皆さんこんにちは。区内の気になる話題とスポットを追求していく番組ファイブセンス B 始まりました。文京区の広報をお手伝いしている私たち文京区メディアパートナーがお届けします。今回は気になるスポットの中でも相撲部屋を紹介したいと思います。文京区に相撲部屋あるんですか？そうなんですよ、一軒だけあるんですよ。相撲といえば国技ですよね、まあ、日本の伝統文化としても知られておりますけれども、あまりお相撲さんの生活って知られてないんじゃないでしょうかね。そうですね、どのように生活して、うん、お稽古とかね、そう、お稽古とか気になりますよね、うん、気になります。そういうわけで今回は相撲部屋に紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。行ってみましょう。関さん、こちらですよ。わあ、ここですか。わあ、すごい、本当にありました、ね、相撲部屋が。じゃあでは早速入ってみましょうか。はい、失礼いたします。こんにちは。失礼いたします。なるほどなるほど。こんにちは。中に入るとすでに稽古の真っ最中。まずは見学をさせてもらいました。今回訪れたのは文京区に唯一ある相撲部屋の伊勢の海部屋。およそ250年の伝統を有する名門部屋で、現在所属している力士は15名。2012年に江戸川区から移転し、ここ仙石を拠点としました。相撲の稽古だけでなく、さまざまなイベントにも積極的に参加しており、小学校で相撲を教えるなど、文京の地域に根ざした相撲部屋です。そんなみんなに愛される伊勢の海部屋を今回は紹介させていただきます。伊勢の海部屋では午前中に稽古が行われます。四股やすり足、鉄砲などを行い、その後に土俵での稽古が始まります。今行われているのは申し合い。力士の方々は真剣な表情で稽古に励んでおり、息を呑んで見てしまいます。関さん、いかがでしたか？本当にすごくて、極限まであれだけこう体をこう鍛え上げるものなんですね。もうすごく感動して、もう途中なんかもう涙が出てきて、なんか頑張れと思いながら見てました。これさ、どうでした？いや、もう体がみんなすごい柔らかいなと思って見てました。やっぱり力士という名前だけあって、体をね、本当にもう極限まで使うのが、あ、この力士の姿なんだなっていうのが本当に伝わってきました。すごかったですよね。稽古終わりで裏で道具を手入れしている力士の方にお話を伺ってみました。回しですね。主に関取や親方衆がつける白回しです、ね。色が違うんですか？はい、関取と幕内の人と幕下で入ってない人の区別をつけるための。あ、そうなんです。もうこれつけたらもう本当にすごいっていう。はい、そうです。ああ、すごいですね。触れないんですよね。触っちゃダメです。すみません。なんかしかもの後ろの方に、後ろの方には何かすごく存在感があるものが。あれは自分たちの回しですね。今ちょうど干してますね。干してるんですか、これ？あ、はい、そうですね。でも何ですかね、こういう暖かい時なんですよね、干してるのは。冬とかあんまり寒くしてないです。長いですよね。堀江さん何人分みたいな。すごい。一度つけて、はい、自分たちで長さ調整し切ったりするので、あんまりわからないんですよ、サイズが。そうなんですか。自分とかもこれ回しつけてるんですけど、こっち来ても15キロぐらい体重減ってしまって、結構回し切ってる回数が多いので、もう本来の長さはわからないですね。あ、
すごい。ここでトレーニングに使っている機材を実際に触らせてもらいました。21キロだよ。ちょっと持てるかな。21キロ見しなさい。すごい上がったじゃないですか。ね、こっちは軽いよ。軽いです。こっちはね、これで軽そうです。なんか15キロって出ましたね。ちょっと両方で持っています。いや、これ一番両方持てないと思ってない。持てない。両方じゃなきゃ持てない。持てたのがすごい。持てちゃいました。持てちゃいました。ごめん。ごめん。予想外ですね。予想外って感じだった。稽古が終わり、お昼の時間です。なんと今回特別に一緒にお昼の食事をいただくことができました。今日はお姉さん、ね、なんとちゃんこをいただけるということで、ね、本当ですよね。すごい感激してますね。ずっとお稽古の時から。そう、お稽古終わりの皆様と一緒に、ね、すいません、お疲れ様です。お邪魔します。ありがとうございました。ありがとうございます。お肉？そうですね。鶏肉？これはね、一番簡単なちゃんこなんですよ。要するに水炊きでポン酢で食べるっていうね。基本中の基本なんですよ。お姉さんたちも食べてください。ありがとうございます。はい、食べないとみんな食べれないから。すいません、いただきます。いいですね。いただきます。いただきます。入れるだけとかして、うん、美味しいね。なんか野菜の味と、鶏のね、旨味が、うん、そしてこのポン酢を絡めるとまたお味が変わるんですよね。せっかくですから質問しながら。お稽古とかってやっぱり大変ですかね。稽古、そうですね。やっぱあれですよね、体が痛くなるんで、やっぱあれじゃないですか、みんなそれぞれ痛みと戦ってるじゃないですか。すっごいぶつかりですもんね。はい、お稽古って毎日こんな感じなんですか？めちゃめちゃ軽い。これが軽いんですか？誰もいないから、半分以上。半分以下です。そうなんですか。これあれですかね、この終わった後は皆さん何をされていらっしゃるんですか？昼寝する人と、はい、治療行ったりとかする人と、はい、何だろうね、筋トレとかも行ったりとか。あ、筋トレ、人それぞれ時間の使い方が違うんで、私のまま筋トレ行くいいと思いますし、まあ、趣味みたいなと思いますし、大事ですよね。趣味もすごく大事だと思います。僕は10時間スクワットしますけど。腕立てやすいとスクワット。今やってません。やってみてください。貴重なお話とお食事、存分に堪能できました。関さん、今日は相撲部屋の一日、はい、いかがでしたでしょうか？いやー、もうすごかったです。お稽古あり、またこう日常の些細なこう姿も見ることができ、またちゃんこもいただいて、すごく良かったです。ありがとうございます。堀江さんはどうでしたか？ね、私もね、この相撲部屋がずっと謎だったんですよ。どういうふうな生活をしているかっていうのが、はい、それが一日通して、うんうん、なんか力士の生活を振り返ることができて、すごい勉強になりました。力士の皆さんに本当にパワーをもらえた一日だったと思います。はい、楽しかったです。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。ごきげんよう、さようなら。